問。はいはい。久しぶりですね。うん、あのさ、すごいやらない人の質問なんだけどいい？うん。ゴルフってさ、構えたとこあるじゃん、うん、アドレス、うん。バックスイング上げて、うん、違うところを打つってあんの、うん、どういうこと？こういうとこってこと？あ、そうな、なんていうの？空振りってこと？空振りってこと、まあ、空振りになっちゃうよね、うん。ボールあるとこに構えてんだから。うん、そうだよね。だから同じとこに戻してくると思って打つんだよね、うん、と思ったの。野球と全然違うじゃん。野球ってさ、うん、構えたっていうか元々のところに置いてないからそもそも違うんだけどさ、うんうんうん、来るボールがどこに来るかわからないからさ、こっから始まってここだもんね。そう、ほんでさ、そのどこに来るかがわかんないじゃん。あ、そうだね、ピッチャー次第だよね。そう、高かったり低かったり曲がったりするけど、うん、ゴルフって同じとこにあるから、うん、同じところを振ろうとしてんのか、うん、それともボールに当てようとしてんのかみたいな、ね、言ってる意味わかる？いや、わかるよ。俺ね、うん、それ言われて初めて思ったけど、うん、平井博明のワンラップゴルフ。同じところに戻そうって俺多分30年ゴルフやってて一回も思ったこと、一球も思ったこと、勝手に戻るからね。ただボールをどうヘッドでこう、うん、飛ばそうか、うんうん、強く打とうか、うん、当てようか、うん、こうこうやって、うん、それは考えてる。どの強さ、それは距離につながるからなんだけど、ね、うん、ここに、うん、こうやって戻そうとは思ってない。ああ、そうなんだ。絶対そこに戻るからと思って打ってるかもしれない。あ、それはでも、今当たるからなのかもしれないけど、うんうん、俺ね、小学校の時からそれは思ったことない記憶はある。うん、ああ、そう。ここに戻ってくるっていうのはね、習ってもないし考えてもない。うん、てか戻ってこないことってあんのかな。空振りしたり、極端ないです。違いすぎると空振りしちゃうわけじゃん。でも空振りする人たまにいるのか。いるいる。それはやっぱこう置いたところに戻ってきてない、違うところ振ってるってことだよね。うん。でも空振りする人の共通点も知ってるから。何？空振りする人の共通点って、うん、ゴルフのスイングはこう振るっていうのを一番上に来てる人。生意気とかその一切なしで、うん、クラブヘッドでボールを当てるって言ったら。うんうん、こうやってやるんだよ、みんな。ああ、そうだから当てることを考える、うんうんうん、だけどゴルフのスイングはこうやってやんないと俺恥かいちゃうかもっていう人が空振りするから。あ、そう、形にこだわってるってこと。そういうこと。当たる当たんないじゃなくて、そう、こういう形なんだろうゴルフのスイングは、こういうフィニッシュなんだろうゴルフのスイングはってやってる人が空振りする。今まで見てきた中で100。へえ、もう自信満々に言う。あ、じゃあ打ってないんです、それは。打ってない。ダンスしてるだけ。ああ。うん。クラブを持って、スイングダンスをしてるだけ。うん。もう、間違いない、これは。どんだけ変なスイングでも、当てようとしてる人は当たるの。空振りしないの。まあ、止まってるからね。そう。あの、ちゃんと飛ぶかは置いといてってことだよね。そう。当たるスピードと、当たるクラブの動きを勝手にやるの。スイング知らないから。ああ、はい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 。うん、それめちゃくちゃある。逆を言えば、戻そうと思って戻るんだから、あんまりそこに集中してもらいたくないんだよね。で、次に当たるんだったら、じゃあ、そのチョロが出るとする。って言ったら次に、じゃあ、上がるにはどうやって当てたらいいのかって、どんどんこうやって階段を上がっていけば、こう、うまくポン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 、こう、ボールが浮くようになってくる。そうすると、今度自分の飛距離を出したい。で、そこでこうやって、どん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 行けばいい。うん。だからそういうものも考えながら、一番最初にゴルフのスイングはこうあるべき、こう振りたいってなるとそれができない、絶対に。だからね、その俺が感じたことだけど、その海外行った時に、向こうって日本のボーリングとかバッティングセンターぐらいゴルフの練習場が気軽に行けるぐらいの感じなんだけど、そうすると本当にこうこういうスイングしてる人って全然いないの。あの、本当に会えたら素敵ぐらいいないの。だけどみんな当たるの。うん。本当にこうやって構えて、こうやって打ったって超いい球出んの。そうなんだ、うん。そういう印象がめちゃくちゃ強い。だからそれは結局そのゴルフのスイングはっていうのを置いといて、自分が当たる動きをしてるっていうのがもう最優先で来てるっていうのがすごくこう伝わるよ。そうなってくると。空振りはなくなる、うん。空振りなくなったらチャンスなんですよ。そう。次はフェースアングルだったり、スピードだったり、そういうものに、こう、今度、調整に入れるんで、元あった場所に戻そうとは振ってないかもしれない。うん。
なるほど。じゃあ打ちに行ってんだ。打ちに行ってるけど当てに行ってないんだね。そうだね。もう絶対当たるもんだと思い込んでるのかもしれない。ああそうか、うん、当てに行っちゃダメなんでしょ。当てに行っちゃダメだから、当てに行くと押しちゃう場合があるんだよね、こうやって。はい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 。この良くない押し方になる場合があるから、うん、こうヘッド単体をこうやってポンって当てに行く、こういう打ち方っていうのができてくるといいんだよね。うん、難しいね。そこにね、戻しに来てるわけじゃないけど、うん、当てにも行ってないんだ。そうだね、そうだね。できるから綺麗事が入ってるのかもしれないけど、そういう意識は今はないかな。うん、あでもそうか、俺なんかってもたまに空振りするし、ダグルし、うん、トップもめっちゃ出るから、うん、同じところには戻ってきてないんだけど、どう考えても。そうだね、そうだね、そうだね。それはあれか、でも軸がどうにかなっちゃってたりしてるから、そっか、軸が変わったらそうだよね。そう、違うところで振ってるのと一緒だから、そうそうそう、戻ってこないよね。そう、今、そう、こうやってまっすぐ軸構えてて、こうやって構えてたらさ、軸がこうなったらさ、ボールにこう届かなくなるよね。そうだね、そうだね。そう、で、逆にこうなったら天ぷらするんだよね。そう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 。だチョロと天ぷらのこの軸の関係性っていうのも、それがずれちゃう。そう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 。菅沼奈々選手、最近アイドルに憧れてるプロゴルファーいるんだけど、めちゃくちゃうまいんだけどね。その子はバックスイングこうこうやってなんだよね。そう、でもこうなるんだよ。ちゃんと普通に戻るの。うん、だからちゃんと普通に戻るのに、菅沼選手はこれが良かったっていうだけよね。ああ、うん、そう、こうやってやって、こうは多分戻らないからやらないんだよね。うんうん。だからこれがいいわけじゃないってことが、もうアッパーの方は多分絶対分かってるから。そう。だからインパクトの形は菅沼選手普通なの。そう、ちゃんとこうやってなる。でもこうやってなる方がその子にとってはいいんだよね。うん、そういうのがめちゃくちゃあります、ゴルフは。ていうか、それしかないかな、本当に。だからそういう意識を持って、もうちょっと自分をこう大切にするというか、自分の持ってるものをうまく引き出していただけたらと思いますね。やっぱりじゃあ、プロじゃなくてもあれかな、置いてあったところをただ振ってるイメージの人はいないんだろうな。少ないと思うな。当てようと思うもんね。思っちゃうね、でもね。そうだよね。うん。あ、でもそこスイングしてるだけだったら目つぶっても当たるってことだよね。そう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 。そうだよね。そう。それが思ったのはね、前も俺、家取りかなんかで話したんだけど、俺、ピンポン玉打って5球連続入ったの。ああ、言ってたよ。そう。あるね。カゴの中に。目つぶって、うん、こうやって。あ、目つぶってたの？目つぶって。お前、本当は薄目開いてんだろって父ちゃんに言われたから、目隠ししたから。そう。目隠しして5球ボールセットしてもらって、打ったら5球カゴに入ったから。だからしっかりそこのイメージとしたそこにこう打とうとしてるよね、こうやって、うん、あ、じゃあボールの位置が自分のポイントで合ってれば、うん、そこで来るって分かってるから打てるんだね。打てる、そう、打てる、全然打てる。でアドレスした時にもうクラブのヘッドの距離は分かるじゃん、置いてあるから。そう、そこにこうやってこうやって振るだけ、うん、パターなんかもそうだけど、だ自分のインパクトのタイミングで打てたら一番転がりがいいんだから、うん、それを見つけるべき。だからボールの位置はここだっていうのを自分で決めないで、自分の架空のインパクト音の場所はどこなんだって探すのはすごい大事、うん、それはもちろんショットでも、ね、あ、そう、全部一緒、全部一緒。だからすごくボールの位置っていうのは俺うるさいの。だってそこで振ってるじゃんって、俺は打たないからお客さんの見ててわかるわけよ。そこにずらしてるだけだから。あ、そう、そうだよね。そう。そう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 。そう。そうか。そう。見てるからね。そう、見てるから。え、そこで振ってるじゃん。っていうところに置いてあげただけだ。そうそう、それだけ。まずは。で、シンクって分曲がるじゃん。うん、したら分曲がったら、シンクってんだから、フェースアングルを直すために、ちょっとずつスイングを見ていくだけだから。で、どこが悪さしてんのっていう話。ちょっと長くなっちゃうからさ、はいはい。うん、これ以上質問できないんだけどさ、その、そうするとさ、まず当たるっていうこととさ、フェースアングルの話は別ってことなんだよね。そうだ。これみんな聞きたいの、この先。この先聞きたいね。でもそういうことですね。そういうこと、そういうこと。当たるのと曲がるのは違うんだ。そう。じゃ自分の頭の中のそのタイミングでバッチリやってても、ぶん曲がることあるの、うん、その一発一球だけ打っていい。ドンピシャのタイミングで曲げるよ。
配信食ってんだけどさ、OB じゃない、うん、そう、あれめっちゃくちゃいいとこあって、ああいうことでしょ、そういうこと、そうそう、あれ別、今回はですねさっき撮るかわかんないね、もうそうだね、うん、そうだね、あのちょっと時間次第取られません、申し訳ないですで今回の動画というのはちょっとここまででちょっと時間いっぱいなので、変な話インパクトゼロっていう、あごめんなさい、インパクトゼロっていうのがすごく大事なんですこれだアイクだっけそう、トール君からちょっと質問もらったんですけども、戻してるの当てにいってるのっていうことだったんですよ。だまあ戻しにいってる人もいるかもしれないですけど、ほとんど打てるようになってくると単純にこうインパクトゼロの戻すじゃなくて、こう元のあった場所にこうポンと戻そうとこうやってやってるってことはまあしてないですよってことです。まあそれ以外にこうなんか考えることがたくさんあるので、まあちょっとその内容っていうのを動画で撮ってきました。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。